インドネシアのインドゥーミーラサ・ウンパルゲントン、ココナッツミルク味の牛もつスープです。揚げ麺に粉末スープ、チリパウダー、調味料、フライドオニオン、乾燥野菜が入っています。麺は適度なコシと重量感のあるいつものインドゥーミー品質です。量が少ないのもいつもながらです。スープは牛もつのスープということで軽い味ながらもちょっと癖があります。ココナッツミルクとカレーの風味もあり混沌とした雰囲気です。チリパウダーの刺激も結構あります。この味は日本人の中には拒絶反応を示す人も結構いるだろうと思います。